というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。2222人突破いたしました。ありがとうございます。確かね、はい、次は2222って言ったのよね。はい、言いました。結構忘れちゃってたけどさ。そうなんだ。覚えてくれてる人もいたでしょ。コメントで見ました。はい、ほんで、うん、いくらあげたんだっけ。2000人の時はなんか5万とか3万とかで、なんか1万人いっぱいみたいな感じじゃないですか。いやいや、10万ぐらいあげなかった。10万あげましたっけ。なんだろう、最近さ、はい、ガチャのとかさ、はい、まあちょいちょい銭出してるじゃない。はい、いやもうなんかだからこの記念でいくら出してるか全然わかんなくなっちゃう。マジでわかんない。まあでもだから翼くんなんかはもう絶対そこはね、はい、見てきてるだろうなと思って、はい、僕はまあもうそこら辺を任せながら、はい、今日隣町からやってきましたよ。隣町から来てんの。そこそこ遠いぜ。そんなとこから来てんの。 7.5 キロチャリコ超えてきて。めっちゃ超えてきてんじゃん、うん、俺でも15キロぐらいなのに、うん、ほぼほぼ隣町から。そうなんだ。あんま変わんない。まあでも今回は、はい、ママチャリ、はい、おばちゃんのおかげですよ。あ、そうですね、それは本当にもうだから一等はこの人にあげる。まあ確かにちょっといろいろ分かってみたいだから伸び出てきてくれれば。確かにそうですね。手にあげちゃう。それは確かにもう何も僕も抵抗もしませんわ。大やらせしますよそれは。なんせさ、はい、たった一本でさ、はい、いつもの1ヶ月分超えちゃってんだから。いやーすごかったですね。ね、はい、世間の感じだったから本当にすごいですよ、うん、はい。まあだから、はい、一応2222は、はい、まあ狭間っちゃ狭間よ。はい、まあそうですね。ね、はい、だからまあ今回は、はい、一等5万、一等5万、はい、二等3万、3万、はい、で1万円を5人ぐらいあげちゃおうか。だから13万ですかね、全部で。そういうことですね。はい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 。このぐらいでいいんじゃないの。いやもうなんかどうなんだろう、もう僕もバカになってるもん。もう通帳時もほら出してるからさ、はい、なんかあんまりこの記念じゃなくなっちゃってるというか。そうなのよねっていう、ちょっとだってこの見てる人たちというか応募する人たちはさ、はい、銭に出てくれば何だっていいんだから。まあ別にね、どんな場合ここが何人いようが関係ねえ。マジで関係、記念だってことで銭くれ5人だっていいんだ別に。まあ最悪 ね本当にいいと思う。だから出番とこだって群がるやつは群がるのよ。ね、無視されるやつは無視するやつは無視するけど。いやそうだけど群がるやつは群がる。それはもうなんぼでもって感じよ、ね、これはね。しかもほらメンツが牛いと思えば、はい、俺でもチャンスあるんじゃねえかなと銭を取りに来ますよ。やっぱいやもう全然来ていいんだよ。翼くんだって狙ってんでしょ。あ、もうもちろんそれは、はい、ねえ、はい、まああの出間の手たらく見たらさ、まあこいつには負けねえよぐらいには思うもんね。だからね、まあちょっと頑張れるかなってね、組み合わせ次第ではね。そうですね、うん、僕は2番出したからそれもう取り返しに行くつもりでいきますから、うん、だから本当にね、はい、いろんなところで銭は発生してんのよ。ちょっとやばいと思うんで、そろそろね、うん、もう222にもいらないんじゃないか、まあ、今回は531が5と、53が1が5ね、こういうことにしておきましょう。はい、うん、ちょっと待って、これ締め切りいつにしますか。ちょっと稼がなきゃいけないとこがあるんですけど、まあ、はい、とりあえずこれからゴールデンウィークに入るから、はいはいはい、まあ今日が20何日ですか。23日でしょ。23かな。来週はまだ月末なんだよね。ギリ、いや、あ、そうですね、そう月末よ、はい、5月30日、そうですね、4月30日でしょ。そうです、はい、でこの次が7日とかになるのかな。まあゴールデンウィーク明けてのところですね、うん、そこら辺に締め切りゃいいんじゃないの。そこですか。そこら辺に締め切って翌週発表ぐらいで、じゃあだからゴールデンウィークまたいで最初の火曜日あたりを締め切りにして、はあ、うん、僕はじゃあゴールデンウィークで稼ぎ切らなあかんってことだよね。そうそうそう、奪りまくる。もうちょっと長くはできんのか。奪おうだしょ。奪おうじゃないの、ね、新田翼やん。そうだ、奪おうじゃないの。全然奪おうじゃない、うん、やればいいだけ。ゴールデンだけマジで、うん、だってやろうと思えばものすごい時間できちゃうんだから。奪おう、いやすごいよ。いや、ね、だからそうなんだけど、うん、僕のゴールデンウィーク潰れるんだよなっていうのはちょっと、うん、だってクソビカの底辺、底辺ランドセルにゴールデンウィークなんかあるわけがないよ、はい、そもそも。むしろ稼ぎ時なんゴールデンウィーク何をしようって予定もありゃしないで。いや、僕は逆にだからウーバーしようと思ってたよ、うん、ただこの稼いだウーバー全部賞金カード。それはそういうことです。マジでこれしょうがない。翼チャンネルだから。主が払うのは当たり前ですね。いやこれ僕は何も関与しないから一生懸命稼いでくれりゃいいんじゃないですか。でかいんだよね、これがね、うん、でゴールデンウィークだけですね。じゃあ、5月7日からちょっと書いておきます、うん、締め切りそこにして、うん、次の週に結果発表、うん、でまた DM という形、うん、で、まあ応募内容というか毎回やってるんですが、うん、僕のツイッターをフォローしていただいて、うん、該当ツイートリツイートしていただく、うん、であとチャンネル登録もしてくれたら嬉しいなという感じでございます、うん、だから本当今回はさ、はい、まあこのおばちゃんのおかげでさ、はい、100人ぐらい増えたじゃない、うん、増えました。もう200人。こういう人たちもね、ぜひね、あ、もし見てくださってたらね、参加していただければいいなと。はい、こういうチャンネルだよっていう。まあ今後はほら、ちょっとこの一発やろうに思われないようにしなきゃいけないし。ほんまだよ。ね、あとだからこのチャンネルは火曜日にまとめとってんですよっていうのも知ってもらわなきゃいけないわけよ、うん、できれば周知されるとね。あれ、なんか面白いのあげたのにその後なんだこのくったらないゲームの話しててってなっちゃうんだから。まあ確かになんだタクトってなるから。違うんだからね、この人種が、ね、はい、まあそうなの。大事にしなきゃいけない、本当に。だからもちろん自信で増やしていこうね、うん、でこのチャンネルはほらやっぱりそういう視聴者を大切にしてるじゃない。
基本的に基本的に、はい、おだからなんつうのかな、アットホームでね、うん、まあアットホームはアットホーム、ー、はい、楽しんでもらえるんじゃないかと思う。そうですね、はい、いろいろやっていきますんで、まあ、2222人記念、はい、でこの次は2500だからね、うん、次は25ですね、うん、はい、またちょっと奮発しなきゃいけなくなるけども、はい、でですよ、はい、でこれだけじゃない今日の告知は。あ、そうなの。そう、はい、麻雀最強戦、あら、2回目をはもう考えてますと。早い、今回はね、そういう告知です。早くない？いやだってこれ人気があるんだもん。人気はあったよ。なかなか盛り上がってくれた。もちろんね、うん、なんだつぼせじゃないの、ずっと麻雀でもやってりゃいいのに。いや全然いいと思う、ね、こんな声もありましたよ。どこから聞こえていい、それで。次だってもう終わった後にもすぐ次いつですかぐらい。あー、いやほんとね、もう出たい出たい、リベンジしたいって言ってたけど。だからまあとりあえずもう第2回のこれから構想に入りますという。あ、確定しましたよのところね。そうそう。あ、で今回はさ、あ、まあ前回同様にやりますよ、はい、で、あの例の4人はシード権を持ってるわけでしょ。あ、そうです、あの決勝進んでいただいた、だから1回戦はフリーで免除ですね、はい、あ、まあ参加していただけるならば。そうそうそう、はいはいはい、で今回は同時進行で、同時進行チーム戦もやっちゃう。チーム戦、チーム戦やっちゃう。はあ、3人1組のチームを作ります。うん、おでそこでも戦っちゃう。はい、ってことです。2つが同時に、そうだから、もしそうすると間を持て余さなくなると思うんですよ。ああ、暇な毒が少ないみたいなところね。ポンと終わらしようと次待つの大変でしょ、はいはい、まあまあまあそこそこあったりしますね、うん、だからチーム戦の方もスケジュールを練ってもらって、はい、3人と3人なんで6人でスケジュール合わせなきゃいけないわけです。6人、そういうことですよ。あ、2-2で打つってことですか。あ、まあ3対3なんだけど、まあやるのは順番で、でも一人一人で1日で終わらせるわけだから、はあ、まあできたら、はあ、まあいいですよ、はあ、ここ分配してもね。まあ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 、なんと要するに3試合の合計で勝敗が決まるってことです。3試合、ああ、はい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 、なんで今ああ言ってんの。いや、なんかその6人ってなんだろうと思って。相手も3人いるから、はい、え、でも、え、4人麻雀ですよね。ん、その4人麻雀で、あの1チームか。そうそうそう、4人までだから全部で12人が動くんだけど、まあ1戦ずつ都合つけてもいいし、うんうんうん、まあ、できたらそのバババッとやってもらってもいいしっていうね、とりあえず3回の合計の点数みたいになるしようかなっていうことですね。ああ、なるほど、うん、だからこれはほらもういっぺんに消化できるからさ、はい、基本的に意外とそれはそれで面白いんじゃないか。なるほど、いいで、まあこの3人のチームは、はい、もうこのシングル戦の出場者を強引にも3で割るだけです。うん、あー、なので3人チームを作ってエントリーしてくださいとかそういうややこしいことはしないから、はあ、誰とチームになるかわからないと。マジ、そういうこと。だからもうこの翼くんを引いたところはジョーカーよ。いや、完全に。ちょっと待って、マジで嫌だ。マジ翼来た。翼くんが残ってたら来るな来るなってみんな願うわけですよ。いや、ほんとそうだよ。あと1個空いてるところの、ね、うわぁ、ちょっと嫌だな、それマジか。まあ、こうやってもう本当にランダムで3人チームを作っちゃう、はい、なるほど。で一気にこの4チームで戦うわけでしょ。はいはいはい、はい、うん、だからこれが何チームに分けられるかわからないけども、うん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 、まあそれで全部で、まあその試合数によってはね、またこの内容も何試合とか考えるけども、はいはいはい、まあちょっとこういうのも同時にちょっと今回はやっていこうかな。わかりました。まあそれをまた募集はまた別の時ですね。あの、まあ、じゃあの募集はね、はい、ただもうすでにもうやりますよと。あ、了解。だから目安としてはゴールデンウィーク明けぐらいに、うん、あのちょっと告知して、うん、はいはいはい、エントリー開始しようかな。はい、なるほど、うん、でまあ 2,3 週間、まあ1ヶ月でもいいけど、うん、ちょっとエントリーを待って、はい、うん、やりますよって、ね、そうそう、またここの動画で説明、はい、ルール説明をして開始する。うん、承知いたしました。あ、もう盛りだくさんよ。いや、いろいろとね、スパンが短いんじゃねえかなと思うけどね。うん、まあもう本当にでもさ、タクトはかそってるから、はい、ね、まあしょうがないの、ここが頑張ってやる。でも今がナンパリングのイベントじゃ言うてますけどね。うん、まあでもほら、はい、あれですよ、あ、ちょっと聞いた話によると、はい、もう牛っていうのがバレちゃってるっぽいから。そうなんだ。じゃあ結局はガチャを引かせるイベントみたいな。そっか、まあそんなのもあるから、はい、だからやっぱここは一肌脱ぐしかない。脱ぎすぎ、うん、ということで今回は2222人のいつものあのプレゼント企画プラス第2回麻雀大会の告知というダブルでお届けしました。承知いたしました、はい、まあ、じゃあそんな感じ、そういうことで、はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。